ビギューはい、こんにちは。はい、おはこんばんにちは、ケビンです。はい、今日なんですけど、はい。元 V リーガーのリベロに、スパルタでセッター1時間を教えてみたケビンは、はい、元 V リーガーのリベロなんですけど、はい、まあ、セッター経験はもちろんないですよね。もちろんないです。で、元 V リーガーのリベロといえど、うん、セッターをしたことなかったら、うん、セッターって本当難しいんで、うん、なかなかできないんですよ。なるほどね。だからまあ僕らも普段ケビンがトス上げてるのを見てるんですけど、まあ、下手くそなんですよ。はい、まあ、そんなガッツリ、うん、もちろんオブラートに包んで言わん。もうおい包みすぎ、包みすぎ。なんか優しいんかなと思ったら。オーバーできんですからね、私はね、はい、まあ、オーバー苦手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 、うん、だけ試合中とかも全然せんもん俺。そうだけそれやったら良くない、まあ、リベロといえど、まあ、リベロは大のセッターって言われてるけオーバーとか、まあ、トスとか上げれた方がいい、うん、なので今回は、セッター歴一筋のフルタツに1時間スパルタでトス練を教えてもらおうじゃないかっていう企画になってます。ちょっと楽しみやるね、俺。そうだね、うん、初めてだって教えてもらったりやるやん。そうそうそう、うん、だけどどれぐらい上手くなるのかっていうのはすごい気になる。楽しみ楽しみ、俺めっちゃ前あのサミに行ってた。ああそうなんや。そうそうそう、結構前のとこあれ結構好評やったね。でウサミがね、うん、1時間でめっちゃ上手くなって、マジで今回友人日本に選出されました。あ、お前嘘だけはやめろ。されてない。そうやね。どこでどこで。されてない。どこで。誰どこで。どこのポジションでされた。はい、そういう感じでね、やっていくんですけど、うん、まああの詳しいトスの上げ方とかは、まあここではあの多分そんな話さないんですけど、うん、もう一個のチャンネルの方で BQ バレーボールクラブっていうのをやってるんですけど、そっちの方であのセッターで意識するポイントとかを詳しく話してるんで、うん、気になる人はね、そのねチャンネルも概要欄に貼ってるんで、ぜひ見てください。じゃあ早速やっていきますか。はい。頑張ろう。はい、頑張ろう。スパルタでお願いします。はい、お願いします。じゃあ行きまーす。もう行くんですか。え、俺はどうしたい。いや、普通にじゃあ最初の実力、あ、次おだこにやればいいね。欲しくない状態で実力いくよ。バカじゃないのか、バカじゃないのか、バカじゃないのか。パモパタンジャイナパモパナナ、はい、はい、やべ、うまくね。いや、もちろんそのずれた時が、形も崩れるし、あの一定にここに来よったらさ、大体自分でこうやってね、一定でやれるんだけど、もうずれたらもちろん分からなくなる感じなんですけど、今やっとって、はいはい、結構こうちゃんと下に入れてないみたいなシーンがあったけ、うん、今は俺がこう投げようけ、ちょっと例外なんやけど、実際レシーブやったら、例えばレシーバーがこっち側でこう体勢崩したりとか、取りづらそうに、例えばこの辺でこういう風に行ったりしたら、返球ってなんとなくこう短くなるかなとか、うん、こっちに飛んでいく、こっちに飛んでいくとかっていうのを、なんとなく予測できるっていう、うん、実戦の人はレシーブの体勢もちょっと見て、うん、少しだけ予測してもいい。はい。じゃあ、何も行きます。はい。あ、じゃあレシーブで、これを見せてあげていこう。例えばその辺やったら1、2、3で行きなさいみたいな教えがするとか、
その辺で結構ざっくりやってた。いざやってみたらやっぱりみたいな現象で、俺はあんまりステップ固めるっていうよりは自由で息早く入る、自由で息早く入る、自由型で、そうか、自由型でプロの。ジャンプしてその下半身の力をしっかり体に残してその重心をしっかり安定させてあげる、うん、さっきはちょっと手でこうボールを調整しようかな、はいはい、しっかり足の力を使ってあげる、足の力で、足の力を使ってあげる、膝柔らかく使ってあげる、膝を柔らかく使って、OK、足の力だよ、
はい、じゃあ今だいたい約1時間ですね、うん、ちょっとケビンの体力が限界に近いのでちょっと50分ぐらいなんですけど、最後に最終テスト、はい、どう自分の感触的に。いや、なんか柔らかい感じがする。あ、本当。自分も、うん、今までは硬かったけど、ガチで自分でも分かるぐらいだよ。あ、本当に、うん、映像で見たら多分すごい分かると思う、うん、最初の映像もね一緒に流しながら、うん、最後のトスレンも流していくんで、じゃあ映像を見ていきましょう。はい、はい、これでよっしゃでした。でした。はい、1時間スパルタのトス練終わりました。はい、ありがとうございました。映像はどういう風に映ったかわからんけど、まあまあまあ、俺ら的にはね、うん、ちょっと良くなった感じ。今の見よう感じではもう1時間ですごい変わったのは見えたり、うん。足の運びは最初の上げ始めと比べたらだいぶスムーズになっとったんじゃないかな。うん、この辺の技術ってさすがにこんなすぐ上手くなるわけじゃないし、まだ教えてない部分。なんで、とりあえずその簡単にポイントなんかだけ教えて、こういう感じだったね、うん、そうやね。で技術はそのすぐは上手くならんけど、これ意識すれば変わることってめっちゃあるけど、うん、初めて知ったことあったやん、うん、でそれを意識するだけでこんだけ1時間で変わるけ、うん、まあ、技術だけやっていけば伸びるって感じだよね。そうやね、うん、でやってみてどうやった1時間、まあ、さっきも言ったけど、なんか最初は本当自分でも硬いなと思って、うん、やけどなんかまあ俺たちが教えてもらったらなんかちょっとずつ柔らかなっとっていうか、全体的に滑らかになってきたなっていうのが分かってきて、うん、まあこの1時間ぐらいじゃうまくならんっていうのは分かんないけど、まあ繰り返せば最初きつい今日言われたことを繰り返せば、ほんとうまくなるんやろなっていうのが分かった、うんうん、じゃあ結構やってみましょう頑張りますそうだよ、だけど今まではさ知らんかった知識やん、うん、でそれを知ることによってアセッターってこういう感じやったらいいんやんっていうのが分かったと思う。そうだね、うん、でこれで多分もともとセッターとか使用しても分からんことがこうやって分かることによって、うん、自分で掴んでいって上手くなるって、うん、あると思う。まあまあよく頑張ったことだ。ああ、ありがとうございます、はい、じゃあケビンがね1時間やって、まあ、結構それだけでもね変わったと思うんで、ね、ぜひね、BK バレーボールクラブという方ではポイントをより詳しく、ね、説明してて、なんでこれをやるのかっていうのを具体的に説明してるんで、ぜひね気になる人、セッターとか、まあ、セッター以外のこともいろいろ話してるんで、気になる人はぜひそのチャンネルね概要欄から飛んでみてください。はい、お願いします。はい、じゃあ今日はケビンがね頑張ってると思ったらぜひ高評価コメントよろしくお願いします。頑張ったよ。じゃあ今日はこれで終了します。はい、せーの、Thank you!